こんにちは、ギタリストのワックンです。1ミリも知らない曲をギターで弾いてみたシリーズ第69弾、イエイ。今回の楽曲はこちら、リクエストいただきましたドラゴンアッシュのソートアンドアクションですね。こちらなんですが、2008年の12月3日に発売されたつながりサンセットというシングルの中のカップリングの曲になるのかな。タイアップがあります。フジテレビ系ドラマシリーズシャバケとウソウソというドラマのテーマソングとなっております。聞けないでしょうかという風に書いてあったんですけども、まあ結果はどうだったでしょう。それでは見ていきましょう。どうぞ。ワックンスタジオ。さあ、初のドラゴンアッシュ。これはラテン世代のドラゴンアッシュだね。完全にガットギターで弾いてます。でも僕はガットギターをね、持っていない。今から取りに行って買えるかな、アコギで買えるのかな。その多分ね、1分ぐらい終わっちゃうから、それちょっとやめとこう。もうキーはもう拾えてる。どこの細かい部分を弾くのね。ここはなんだろう、 B メロか。もっと遊び出したぞ。あまりにもちょっと同じっぽい感じだから遊び出したぞ。もっとこれは戻った。さあ、同点化していく。ここでちょっと難しいパターンになってくると、ガットギターのソロが入るの。さあ、2番の終わった後にソロがあるかどうかが問題になってきますね。リズムの方とかも、もう割とギターにハマってきてんじゃない。今の一発なんだ。どうしてそこに出た。ちょっとパンクの時の手癖がちょっと残ってるね。アドリブ力が試される。まあ、アドリブ力そうなんだけど、あんまりアドリブしますみたいなこと言うとちょっとすげえ期待されるから、やめとこう。ちょっとサビっぽいな。ドラムがすごい難しそうだね。さあ、ここからどう転換していく。ここで戻ったね。戻っても基本的には同じパターンかな。皆さんいかがでしたでしょうか。そうだね、初めてこの企画でドラゴンアッシュやりました。で、ドラゴンアッシュ、自分はベストアルバム2枚持ってたことがあって、いろんな時期があるってのを知ってたんですね。まあロックだったり、まあラテンっぽい感じ
の時だったり、自分はラテン系の時の時代が一番好きだったんですけれど、今回はまあどっちかというとラテン系のアレンジがされてたかな。まあラテン系なので、まずあれだよね、エレキギターじゃなくてガットギターだったね。ギターのミスチョイスだったんだけど、まあ自分ガットギター持ってないんで、まあ、これでやるしかないってなったんだけど、コード進行自体はとてもシンプルで簡単です。基本的にループものなんで、サビ以外はほとんど同じような進行を回していくだけ。あと自分ちょっと今回指弾きしなかったんだけど、いきなり激しくなる可能性もあるから、ちょっととりあえずピックで弾いてました。細かいサスポの音だったりとかっていうのもあったけど、まあそんなに難しくなく、割と結構弾けたんじゃないかなと思います。で、ワニワみたいなブレイクっていうのも特になかったので、結構高得点じゃなかったでしょうか。これ以上のスコアを出せって言われたらちょっと初見じゃ無理だよね。今回もご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価ボタン。この動画の感想などは気軽にコメントをお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。